どうもスクエアスクエアです。では今回もファイナルファンタジー7の実況プレイを始めていきたいと思います。今回の動画はおまけ動画となりますので、本編が見たい方は無理にこの動画を見る必要はありません。さて、前回前々回から始まっているメテオ後の世界の探索動画ですけども、今回で北の大陸の方を攻略していきたいと思います。ではまずはボーンビレッジだ、ボーンビレッジの方に向かっていきたいと思います。それでは移動の方はカットしてお送りしたいと思います。それではカット。はい、ボーンビレッジに到着いたしました。では中に入っていきますか。ああ、相変わらずこの BGM なんだ。では聞いてみますか。何かよく逃げないのか、何をしているって。すいません、逃げないんですか。僕たちはこの星の始まりから今に至るまでを化石を通して知ってきた。そして今この星の終わりを見届けようとしている。なんとか複雑な気持ちだよ。まあとりあえず何をしているんですか。化石を掘っているのさ。大地が語るこの星の歴史。なるほど。ルナハープ、ルナハープってかもう終わったっけそれ。あの前々回のおじいさんが言ってたから、あれアースハープか。じゃあもう終わったんだね。でこの人に相変わらず話しかけられないと。あ、もしかしたら話しかけられると思いますけども、もしその方法を知ってる方がいらっしゃいましたらコメントしていただけると助かります。やっぱり怖い。まあそりゃそうだよな。あ、じゃあそうですね、久々に発掘してみますか。何か新しいものが手に入ってたりするかもしれない。じゃあちょっと言いたから何か狙ってみますか。その過程、作業過程についてはカットしてお送りしたいと思いますので、それではカット。ここかな。それじゃあここを発掘してみたいと思います。さて久しぶりの発掘なのが、果たして何が手に入るのか。ではいざ開封。モップ。おい、ちょっと待て、モップってなんだよ。モップってどういうことやね。なんでネタ武器なんだよ。まあとりあえずもう一回やってみますか。ではまた作業についてはカットしますので、ここかな。ここで合ってると思います。では発掘開始。さて今度はいいものが手に入るといいですけど。では開封。何もない。おい、ちょっとスタッフ真面目に仕事してんのかあんたら。もうまあいいや。とりあえず何かいいものが発掘できたらまたその動画の冒頭とかでも紹介しますので、ひとまずは外に出ましょう。はい、というわけでボーンビレッジは以上となります。まあここの人たちは発掘こそが使命という感じで、まあ変わってないのもまあ何よりの安心感というか、そんな感じがしますね。では次に、まあ忘られる里って今入れるのかな。あそこはあれダンジョン扱いなのかな。まあちょっと忘られる里入れるんだったら忘られる里に行って、入れないようだったらアーシクルロッチの方に向かいたいと思います。ではどちらの、果たしてどちらの方に向かうことになるのか。それではカット。はい、というわけでなんと忘れられる里に入ることになります。いやー、ダンジョン扱いかと思ってて入れないかと思ってたんですけども、まさか入れるということなので入っていきたいと思います。いやー、それにしても飛球艇あそこも着陸できるんですね。知りませんでした。あー、ここはあれですよね、エアリスの最後を迎えた場所ですよね。というかここ人はいたっけ、覚えてないけど、とりあえず探索して何もなければまたさっきの場所まで戻りたいと思いますので。
あれ？ここ、あれ？なんか魚いるんだけど。あれ？今魚いて入ることできないのかな？前ってかさ、この前来た時ここに魚いなくて、確かここの下の階段から下に行くことができたんですけど。あれ？あ、違うわ、ここの下から行けるんだ。あ、すいません皆さん、ここの下から行けました。あ、違うわ、やっぱり行けないわ。すいません、やっぱここ来た道ですね。あ、じゃあやっぱ入れないのかな。今魚が蹂躙してるから、エアリスの最後を迎えた場所入ることできないってことなのかな。はあ、なるほど。はい、ひとまず渡られる里はこんな感じです。いやー、エアリスがいた場所にもまさか入れなくなってるとはね。まあそれだけが唯一の発見でしたね。では次にアンシクルロッチの方に向かいたいと思いますので、一旦カットしたいと思います。はい、というわけでアンシクルロッチに到着いたしました。それでは中に入っていきたいと思います。子供が2人、なんか空見上げてるな。お山のてっぺんにバリアが張られてるんだって。バリアってなーに？お山のてっぺんの光のこと。あ、そっか、なんかバレとかそんなこと言ってたような気がしますね。気温がとても下がってしまって、もうこの町には住めそうにないの。あー、やっぱメテオの影響だからか。また引っ越ししなくちゃ。でも何から手をつけていいのやら。あれ、てか人いない、あそこ前まであんな人いたっけ。こんなに気温が下がったのは北の果てにできた光のドームの線に違いないんだ。君たちも早くここから離れて南の島ミディールにでも行った方がいいと思うよ。あー、やっぱミディール出てくるか。いろんなところで出てきますね、その単語。スノーボード上手になりたかったな。まあ次の機会があるさ。この寒さじゃこの町に60年住んでいる私でも風邪気味でね。南方の島にお医者さんがいるそうなんだけど、この町にも来てくれんかね。なるほど、それはだいぶ前に言ってましたね。おばあちゃん風邪気味でね、この頃元気がないのよ。まあそのメテオの影響なのか、それともこんなに急に気温が下がったのは初めてなんだよ。北の果てに不思議な光も見えるし、これが世界の終末っていうやつかね。なるほど、俺たちも早くこの町を出た方がいいかもしれんな。いっそ南の島にでも行くか。なんて言ったっけだ。そうそう、南方の島にミディールっていう町があるらしいぜ。こうもおかしなことが続くと、みんなが町を出ようとする気も分かるような気がするよ。なるほどね。なんでもこの村の北の代表狩りは温泉嫌いの雪女がいるらしいとか。いや、もうそれ終わった。それでアレクサンダーもらいました。そういえばそれで苦労した覚えがめっちゃありますね。もうあの苦労はとても忘れられんからね。北の果てのクレーターにバリアが張られているんだ。この先は行かない方がいいぜ。あー、じゃあもう行けないのかな、代表画の方には。なるほど。はい、というわけでアイシクルロッチの探索も終わりました。これで全部なのかな。ひとまず全部の、北の方の町は回れたと思います。では最後に飛空艇の移動になりますけども、北の方に向かってそのバリアを見ていきたいと思います。それでは一旦カット。はい、というわけでびっくりした。なんか急にこの
飛空艇で見ようと思ったんですけども、弾き飛ばされて、こうなりました。なんだ今のは、すげえ勢いで弾かれたぜ。もう一回お見せしますか。録画切ってたんですけども、大空洞の方を見ようとしたら、こんな感じで弾かれました。あー、やっぱここバリアが張られてるのは本当ってことか。なるほど。じゃあこの先には行けないと。なるほどね。では今まで行ったことある街はひとまずここで全部制覇できたと思うので、今回のおまけ動画シリーズがメテオゴの世界を回るというか巡る動画シリーズはここまでといたします。皆様いかがだったでしょうか。メテオゴの世界をもう一回振り返ってみて、改めて過去を振り返ってみるのもまた一つのいい経験だと思いますので、皆さんもね、まあこのゲームに限らず他のゲームでも言えますけども、どんどんストーリーを進める前に改めて今までに来た街を回ってみますと、何かいい発見があるのかもしれませんね。では今回の動画シリーズメテオゴの世界を巡る物語はここまでといたします。次回は本編となります。今までのおまけ動画の情報を整理して、次行く場所は南の島のミディールということに決定しましたので、そこに向かいたいと思います。果たしてそこにクラウドはいるのか、ご期待。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はスクエアスクエアでした。チャンネル登録待ってます。バイバイ。